100キロを超えるクラス、一番重いクラスの3位決定戦です。左からオランダのバンデルヒースト、右からドイツのフランク・モラーです。モラーは世界選手権の銅メダリスト。さあモラーを抱え上げてくるっと返して効果です。オランダのバンデルヒースト、お互いよく知り合った同士の戦いですね、はい、よく合宿しておりますので、はい、バンデルヒーストの方は世界選手権おととし無差別級で銅メダルを取りました。そしてフランコ・モラーの方は95キロを超えるクラスで銅メダル。今までですとバンデルヒーストがモラーに練習をつけてもらっているような形だったんですけども、初めてポイントを取りましたね。なるほど。さあ体落とし気味にいって有効です。逆転しましたモラモラは今の払い巻き込みですね、はい、これが得意なんです、日本選手もだいぶやられてますね。そうですね、はい、この体力勝負でいくとこのモラーの技にかかってしまいます。技といいますかパワーですね。そうですね、まあ、この一番重いクラス、日本としては小川直也が世界チャンピオンになって以来ずっと手放し続けているタイトルなので、なんとかこの今年の世界柔道あるいはシドニーオリンピックで取り返したいタイトルです。はい、アジア大会では篠原が左膝を故障しながら優勝しました、はい、その篠原は今回出ていないんですが、そうですね、膝の怪我も回復しておりませんし、試合も続いてたということで今回欠場なんですけども、はい、まあ、その第一人者篠原に続く選手が誰かということで注目が集まりました。今日の決勝には高校3年生世田谷学園の宗田康之が進出しました。その宗田が初戦に当たったのがこの今上になっているオランダのバンデルヒーストです。この大きな大きなバンデルヒーストに対して170センチの宗田がですね、非常にいい戦いを挑んで効果のポイントで勝ちました。そうですね、ヨーロッパの選手にしてはやりづらかったと思いますよ。あ、なるほど、まあ、後ほど決勝の時にたっぷりその宗田の柔道をご覧いただこうと思いますが、その宗田に敗れて敗者復活戦を勝ち上がりましたオランダのバンデルヒーストポイントで逆転されてしまいました。オランダと言いますとこの武道館、東京オリンピックの時にアントン・ヘイシンク選手が金メダルを獲得した場所ですが、大きな大きなこのバンデルヒースト、まあ、格上のモラーに対してどうかという戦い、ポイント先行しましたが逆転されています。こちらも払い腰に行きました。そして背負い投げ、一度開始早々見せましたが、大きな選手なんですがこういう器用さも見せるんですね。普段は小外刈りですね、それから内股を得意としてるんですが、はいはい、初めて私も見ましたね。そうですか、はい、まあ、格上のモラーに対して、まあ、奇襲作戦といったところでしょうか。バンデルヒースト、赤い帯を締めている選手です。試合時間5分間の半分、2分30秒残すところです。岩釣り審が試合を止めました。今映りましたコーチボックスの、はい、コーチはですね、バンデルヒーストの父親なんですね。あ、なるほど、はい、あのヒゲの方ですね、はい、まあ、両者に指導、はい、父親がのクラブを経営しておりまして、そこで小さい時から育ったんですね。なるほど、はい、そのバンデルヒーストが今はモラーが支え釣り込み足に行きました。残り時間2分になったところでモラーが攻勢をかけています。バンデルヒーストお父さんが盛んに声かけています。かなり葉っぱをかけてますね。そうですね、
あのアトランタオリンピックまでは女子のヘッドコーチしてたんですけど、はい、まあ、あの息子に継ぎきりでなるほどやってるんですが、なかなか勝てないですね。まあ、日本の皆さんが思う以上にヨーロッパは柔道が盛んで、巻き込んでいったモーラー有効です。また払い巻き込み有効2つ目ポイント大きくリードしました。残り時間1分20秒。まあ、柔道のクラブというのが本当に多いんですよね、ヨーロッパは。そうなんです。いわゆる協会に登録する人数で言いますと、フランスの協会によると日本より多いんだというふうに粘りますし。そうですね、聞くところによりますと60万人ぐらい柔道登録者があるということですから、まあ、オランダもご存知のように柔道は盛んです。さあ、そのバンデルヒースト、そしてやはりヨーロッパの強豪国ドイツのモラ、ポイントを大きくリードしています。オランダの柔道は今あのいいですね、はい、あのバンデルヒーストもそうですが、90キロであのウィジンガーっていうのが、はい、あの決勝中村とやりますし、モラ左足の太もものあたりバンデージでしょうか、サポーターか何かがちょっとずれました。まあ、柔道着に隠れて見えませんが、やはり選手たちは満身創痍といいますかね、怪我がたくさんありますから。そうですね、100キロを超えるクラス、このあともう一つの3位決定戦は日本の村本と矢部2人の対戦ですが、矢部が、まあ、欠場ということで、まあ、この1試合だけが行われることになっています。残り40秒になるところ、このところバンデルヒーストは技が出なくなりました。下がって払い巻き込みを狙うモラーに対して、さあ残り30秒前に出るバンデルヒースト、逆に帯を取ってパワーを見せつけました。モラーの左手の抑えが強いですね。ですからバンデルヒーストの右手が使えないもんですから技が出ません。はい、後ろに返していきますが、お父さんが技ありと大きな声を出しましたが、ダメです、ポイントはありません。まあ、その気持ちはわかるんですが、相手の後ろにつくようにして、まあ、捨て身技を見せましたがポイントにはならず、残り2秒です。試合終了。まあ、アトランタオリンピックでは小川直也に勝ったこともあるフランク・モラーがこの大会でも、まあ、格の違いを見せつけまして、バンデルヒーストに勝って銅メダルです。試合の方はバンデルヒーストが先に効果一つを奪いましたが、モラーがご覧の払い巻き込みで有効を奪い返しました。強引ですね。強引ですね。まあ、今の VTR を見てもお分かりの通り、相手の腕を持つ手、引き手というのをこうがっちり引いて